皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、今回はですね、今日が日曜日なんですけど、まあ、週末っていうこともあってちょっとお家のリセットをねしていこうかなっていうふうに思っております。そう、今日はちょっとサンデーリセットをやっていこうと思っていて、物の収納とか整理とかもそうだし、あとお掃除とかもちょっとやっていきたいなって思っているので、はい、今日はそんな感じで撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やっていきたいんですけど、まずちょっと物がね今散らかっていまして、現状をお見せするとこんな感じになっております。もうほんとリビングがね汚い状態です。まあ、ここら辺はさっきねメイクしてたので、そう、メイク道具とかがね散らばっていたりとか、あといつも私はこのキャンドルに鏡を置いて、こう高さをちょっと上げてねメイクとかしたりしてるので、こんな感じでやりっぱなしであったり、あとソファーの上には、まあ昨日ね夜頑張って洗濯物畳んだんですけど、途中で眠くなってしまって収納まで行けなかったものだったり、あとここら辺は動画で撮ってそのままにしちゃってるものとかもあったりっていう感じです。あとこちら辺もちょっと汚いんですけど、床に謎にねカメラが落ちているっていう、恐怖ですよこんな。寝ぼけて蹴ったりしたらどうすんのって話なんですけど、昨日ねそこでデータとかをスマホに転送していたので、そのせいでちょっと、はい、このままになっちゃってます。あとまあこれのバッグとか置いちゃったりとか、あ、そう、あと荷物もね届いてるから後でこれもちょっと開封しようかなと思うんですけど、あのマットはこれも動画撮影した時にコーデをね撮りたくって、そう、あの上なら土足 OK っていうルールでやっているので、マットが置いてあったりします。なのでとりあえずここら辺をちょっと一旦ね収納元の場所に戻してあげて、そこからちょっといろいろやっていこうと思います。ということでだいぶ綺麗になりました。とりあえずね全部片付けられたので、次ちょっと洗濯をしていきたいなと思います。
ということで、ちょっと開封をしていこうかなと思います。まあ、お洋服なんですけど、今回も開けていきます。この瞬間が本当一番楽しいですよね。おお、かわいい。これね、これなんかこれからの時期に着れるものではないんですけど、すごい一目惚れして、でしかもセールになってたから買ったんですよ。こんな感じの赤のブルゾンなんだけど、めっちゃ可愛くない？着てみよう。あ、いい、可愛い。ちょっとコンパクトめなアウターで、でも結構しっかりあったかいかも。ナイロン系のアウターなんですけど、こんな感じの、うん、可愛い、いいね。うん、可愛い。今日の格好にも合うね。ハンガーがまたなくなってきたから増やさないといけない。で、もう一つ、じゃーん。あれ、意外と短い。トップスにもなるし、スカートにもなるっていう 2way のやつなんだけど、意外と短かったかな。最近こういうバルーンスカートみたいなのがめっちゃトレンドで、あ、可愛い。でもスカートで履くときはここで止めてあげて、こんな感じ。うん、いいね、可愛い。色が素敵。なんか今みたいにこうパンツをレイヤードしてもいいし、まあ1枚で着てあげてもいいし、トップスで着るときは上に来るのか。あ、可愛い、可愛い。エアトップみたいな感じで着れる。うん、かわいいです。いい感じ。ブチブチ言ったけど大丈夫かな。めっちゃブチブチ言ったけど今大丈夫かな。で、そう、最後これがねすごい面白くて、3枚セットになってて、こう重ねて着てもかわいいし、まあ、別々で着てもかわいいし。まず1枚目がこれでしょ、ロングスリーブのシャツ。ちょっと前が長くなってて、このブルーがね超可愛くて惹かれました。そう、アームホールもついてた。そういえばこんな感じで、これに次が半袖、まあ、普通にシンプルなブラックの T シャツかな。これはこれもちょっと裾の部分がカーブがかってる、これ着てあげて、で最後このタンクトップを着る、ホワイトの。これはちょっと虫食いみたいな穴が開いてるカットアウトのタンクトップで、これを重ねて着るみたいな、こういう感じになるみたいな。ブスで全然別々でも使えるし、セットで全部ね着てあげても可愛いなと思ってゲットしました。可愛い。今日はディープクリーニングしたいなということで、こちらをやろうと思います。洗濯槽ってなんか意外と汚いとかって言うじゃないですか。なのでまあちょっと定期的に思い立ったらこういうのやるんですけど、今日はこれをやろうと思います。そろそろねちょっとお昼ご飯の準備をしようかなと思うんですけど、足りないね具材とかもあるから、ちょっくら買い出しに行こうかなと思います。あとはなんか日用品とかもちょっと買い足さなきゃいけないとかあるので、それとかも買ってこようと思います。じゃあお昼ご飯を作っていこうかなと思うんですけど、今回はホタテのポキ丼を作ろうと思ってて、それを作っていこうと思います。とりあえず温泉卵を作るので、それのお湯を沸かしました。でホタテがね一応冷凍のやつがなんかちょっと安くっていうかあって、若干まだ凍ってそうなのでそれも心配なんだけど、でキュウリも買ってきました。キュウリもよく洗います。本当にこれ簡単だから結構ランチの時とかよくやります。ホタテじゃなくても普通になんかマグロとかサーモンとかでやったりもするし、いろんな海鮮でできるから、海鮮が大好きなので本当に私。やば、でかっ、めっ
ちゃ大きいホタテ見えます？すんごいすごい。はい、じゃあふつふつとお湯が沸いたのでここに卵を入れます。これで15分待つだけ。火を消して15分待つだけで OK。 ホタテをつけていこうと思うんですけど、もう全部入れちゃって、このホタテと、あ、でもいい感じに解凍できた。あ、まだでも固まってるところもある。マジでかい、このホタテすごい。この切ったきゅうりをイン。きゅうり全部やっちゃおうかな。なんか全部やってもいい気がしてきた。そしたらあとはもうここに調味料を入れるだけなんですけど、最近醤油、私これにめっちゃハマってて、かき出し醤油っていう、めっちゃ美味しい、卵かけご飯とかしてもめっちゃ美味しいんですけど、これを使おうと思います。どんぐらいなんだろう。普通の醤油よりもちょっとなんか甘みだったり濃さが薄い気がするので、割と多めに5杯ぐらいいっちゃうか。とみりん、3杯ぐらい。あとごま油、ごま油は大事、大さじ1杯ぐらいかな。これでとりあえずつけてっていう感じで、まあ、20分とかそのぐらい待てば多分いい感じになってくれる気がするので、とりあえずそのぐらい待ってみようと思います。待ってる間にさっきね何買ってきたか紹介しようかなと思います。なんか今日やっぱりいろいろね掃除してるからすごい意欲が高くなってていろいろ気になって買ってきました。流せるトイレブラシ、私いつもトイレ掃除こんなちっちゃいスポンジでいつもこう洗ってて、手でブラシでやれるのやっぱいいなと思って気になってたんですけど、今日を機に買ってみました。ちょっと後でやろうと思います。次これ排水口のやつなんかモコモコ泡が出るやつで、あとこれは私が普段から結構好きで使ってるんですけど、激落ちくんのシリーズの窓拭きのやつと、ガスコンロ IH に使えるシートで拭くだけで掃除できるのがすごい楽なんですけど、これをよく使ってます。これは、まあ、窓ももちろん拭けるし、鏡とかねも拭けるし、あと私リビングのテーブルがガラスなのでそれを拭くときに結構使ってます。すごい綺麗になるから。あとこれですね、お風呂の防カビクリーンズ。あとはまあなんかスポンジとか体洗うやつとかなんですけど、はい、買ってきました。じゃあということでそろそろね、まあ、つけられたかなと思うんでお昼ご飯食べていきたいと思います。ご飯をこんな感じで盛って、このつけたホタテたちを乗せていきます。美味しそう。冷夏すごいな。これここに、あとほんとお好みでっていう感じにもなるんですけど、とろろ昆布が好きなのでとろろ昆布をちょっとだけのせて、あと作った温泉卵のせます。おお、いい感じ。ザクザクわかめっていうのがすごい好きなのでこれもちょっとかけちゃいます。あとはまあ海苔とかも適当に、かけます。でこれもなんかまあお好みなんですけど、ふりかけとかかけても美味しいのでちょっとだけ。最後こちらのおネギをかけます。はい、
これで出来上がりです。美味しそう。美味しそう。お腹すいた。いただきます。美味しそう。このホタテほんとめちゃくちゃ大きい。すごい。はい、いただきます。大きいな。うん、おいしい。ちょっとなんか彩りがないんですけど赤が全然ないけど、ちょっとすいません。おいしい。うん、味付けもめっちゃいい感じだ。うわ、幸せすぎる。うん、またお昼ご飯食べたらちょっと掃除も進めていきたいと思います。今ちょっと休憩しようと思ってソファーに座りながらね、ちょっとゆったりしてたんですけど、ちょうど今通知が来まして、立って動きましょうっていう通知が来ました。そう、この時計がなんかサポートというかをしてくれる時計なんですけど、先月に私ファーウェイジャパンさんのスマートウォッチね、前紹介したかなと思うんですけど、今回もまたなんとこちらをねご提供していただきまして、ありがとうございます。本当に前紹介したやつとはまたちょっと違うスマートウォッチになってるんですけど、ファーウェイウォッチフィット3っていうスマートウォッチになっております。前のスマートウォッチも結構そういったあの睡眠管理だったりとか、ワークアウトのねサポートだったりとか、生活ライフスタイルのサポートをしてくれるっていうスマートウォッチだったんですけど、まあこれもそういった睡眠の管理だったりとかもできるし、ワークアウトモードとかもあったりして、なんていうんだろう、ヘルスケアというかができるっていうスマートウォッチになってるんですけど、このスマートウォッチに新しくちょっとできたモードがあって、ボディメーカーっていうのが新しく追加されたそうなんですけど、それが、何かっていうと、画面で見ててもすっごいいろんな屋内ウォーキングとか屋外サイクリングとかプールとか、なんかほんといろいろ縄跳びとか、それ以上に本当に細かくこういったなんか運動の種類というかがあって、
なんか自分でカスタムとかできたりもするんですけど、そういった運動をこれつけながらやるとエネルギー消耗分析をしてくれるから効果が一目瞭然でこう数値で分かるっていうのが追加されたそうです。すごくない？これつけながら運動するだけでどんぐらい今エネルギーの消耗したかみたいな分析をしてくれたりとか、そうだから健康管理がしやすかったりだとか、やる気も出ますよね。こんだけエネルギーで消耗できたんだっていう。あとはまあなんかワークアウトの推奨をしてくれたりだとか、あとこのスマートウォッチの画面で例えば屋外ランニング行こうってなってここ押して、そうするとここにウォームアップっていうのが出るんですけど、これを押すとねこういった感じでウォームアップの動画を流してくれるから、これ見ながら準備運動ワークアウトを開始します。3、2、1、GO。 そうこういった感じでウォームアップとかもできたりするっていう。胸を開いてください。運動したいけどどう運動したらいいか分かんないとか、何から始めようかなとかっていう方にもすごいいいなって思うし、もちろんね普段から運動していてっていう方もいろんな機能が使えるのでいいと思うし、私もまあ結構運動するのは好きな方だし、まあ、体型管理もねやっぱりこうやらないとなっていう風に思うので、だから私もすごいこのスマートウォッチはありがたいなって思います。今ちょうどさっき言ったと思うんですけど、そろそろ立ちましょう、立って動きましょうっていう通知も来たので、ちょっとここで私もワークアウトっていうか、ちょっとエクササイズ的な、最近あんまり運動できてないんですよ。ジムも最近全然行けてないし、でも夏も近いからさ本当にやらないとやらないとって思っていたところだったので、本当にすごくいいタイミングだったんですけど、このスマートウォッチなんですけどファーウェイヘルスケアっていうアプリがあって、それと連動できるんですけど、その中でもこの運動の項目のところのフィットネスっていうところにこういった感じでめっちゃトレーニング動画というかフィットネス動画があるんですよ。なんか姿勢をちょっとこう良くするためのストレッチ系だったりとか、なんか朝とか夜とかにできるようなストレッチもこう載せてくれてたりするし、10分で楽々お腹痩せコースみたいな、なんかこういうのもあったりで、この部分別とかでもあるんですよね。全身、胸、肩、背中、腕とか足とかお尻とかめっちゃ助かる。マジで何やったらいいか分かんないじゃないですかそうだからこれ入れておけばいろいろこうね動画でなんか説明してくれながらできるので、ちょっと今日私これを今からやろうと思います。よし、じゃあとりあえず私はこの健康でモテる体へっていう項目のこの15分間のぼっこりお腹解消トレーニング、やっぱお腹がね本当に年齢重ねるにつれて全然へこまなくなってきたので、ちょっとお腹気になるからこれをやろうと思います。よし、15分頑張ります。最初のターンです。すいません、ちょっと見えづらいかなと思ったので位置を変更しました。続けます。あと5秒頑張りましょう。5、4、3、2、1。汗かいた。久しぶりに運動したからめっちゃ汗かいた。本当私お腹の筋肉がマジで弱くて体幹が本当になくて、お腹のトレーニングはめちゃくちゃ苦手なんですけど、なんとかできました。途中で休憩も入れてくれたりとか、結構いい感じのテンポでやりやすかったです。めっちゃそうで、トレーニングしたらこんな感じで結果が出てきます。心拍数とかも出てくる。平均と最大
脂肪燃焼4分、ウォームアップ6分、有酸素運動1分。やっぱなんかこういう機会があると、こういう運動ってね、やる、なんだろう、気分になるんですけど、なんか何もないとやっぱりね、自分から行動を起こすのすごい大変なので、すっごい助かる、本当に。やっぱね、健康的な体でいたいので、定期的にやれるように、一緒に頑張りたいと思います。じゃあ私はちょっと一回この汗が収まるまでちょっとクールダウンしたいと思います。はい、ということでちょっと明日ね、友達と遊ぶんですけど、明日のねお洋服をちょっと決めようかなって思ってるところです。ちなみに明日の天気は27度とかで、まあもうほんと夏全然夏だわ。なので結構私いつも洋服は前日とかに決めることが多くて、当日だとちょっとね焦っちゃったりとかする時もあるから、なんかもうある程度は前日に決めておく派なんですけど、明日は何着ようかな。このショーパン可愛いんだよね。なんかナイロンっぽい感じのショーパンなんだけど、これになんかソックスにブーツとかにしようかな。まあ27度激アツではないと思うから、バッグは、まあ、最近のお気に入りのボッテガのヴィンテージがいいかなと思うんですけど、トップスどうしようかな、悩む。これとかでも可愛いかなって思うし、シャツは暑いかな。シャツも絶対可愛いんだけどな。まあ届きたてのさっき開封したこの T シャツ、なんかキャミ系にちょっと上から羽織るとかでも可愛いかもしれない。どうしようかな。そんな感じ。キャミもな、可愛いよな。これかこのシャツ系でいくか。お昼だから、でしかも多分明日晴れの予報なので、これでこのロングブーツとかで行こうかなって思います。一回これでちょっと着替えてみて見てみたいと思います。タンクトップいらないかな。シンプルすぎちゃうな。でもそしたらっていう時はベルトなんだけど、これ最近めっちゃ最近このファッションめっちゃしてるから、なんかベルト変えるかなんかな。うん、なんか違うな。決まりました。こちらに決まりました。やっぱこのシャツが合わせたら可愛いかなと思って、このベルトとこんな感じです。とりあえず明日はこんな感じの予定です。まだ予定なので本当にこれになるか分かりませんが、まあ、一応ね考えておくと楽なので、いつも割と前日に考えたりします。待って、でもこっちも可愛いかも。さっきのあのホワイトのこのシャツの方、こっちの方がやっぱ暑苦しくなくていいかな。これは明日決めようかなと思うんですけど、こんな感じでこっちになるかもしれない。結構私やっぱ汗っかきなので、結構あの肌にね密着する系のシャツだから、汗かいたら張り付きそうかなっていうので、こっちになるかもしれない。まあどっちかでいきたいと思います。決まりました。最近はちょっとほんと食べ過ぎなので、ヘルシーなものを食べようと思って、お豆腐にいろいろともうぶっかけるだけっていう超簡単レシピなんですけど、を最近は食べております。今日はあのお昼に作ったホタテのやつがまだ余っていたので、それもちょっと乗せたちょっと贅沢なお豆腐
お豆腐です。それぞれに味がついてるのでそんなに味付けとかはしないんですけど、ちょっと薄いなっていう時はこのねお決まりの醤油とかかけて食べてます。いただきます。なんか私あんまりお豆腐そんなに好きじゃないんですよ。実はお豆腐の味があんま得意じゃなくてそんなに食べないんですけど、これはね結構いろんな具材が乗ってるからね美味しく食べられる。はい、ということでこんな感じで今日はちょっと一日ねお家で過ごしましたが、その様子を動画にしてみました。まあ、日曜日のサンデーリセットということで今回やっていたんですけど、まあ、ゆっくり過ごす日曜日も素敵だけど、こうしてなんか週の区切りというかでスッキリするのもまた明日から頑張ろうっていうか気分が良くてすごい良かったなって思います。そうで今回もさっきも言ってましたが、ファーウェイウォッチフィット3っていう時計を今回はご提供いただいたんですが、本当になんかデザインもすごい可愛くってシンプルな感じで、普段のファッションとかにもすごいマッチしやすかったり、本当に割と芯を選ばずにつけられるようなとってもスタイリッシュなデザインになっていて、そこもとてもいいなっていう風に思います。で結構ねこのディスプレイも私的には大きいなって感じました。なのですごい見やすいです。ちなみに 1.82 インチという風に書いてありました。厚さもね 9.99 ミリって書いてあったんですけど、ほんとスリムな感じで、毎度なんですけどこのファービーさんのスマートウォッチ私もいろんなのこうつけさせていただいたりとかしてるんですが、本当にどれもあんまりつけてる感がなくっていい意味で生活の邪魔にならないなってすごい思うので、そこもとてもいいなと思ってます。私は今回これホワイトのねバンドのやつなんですけど、もうちょっとカラバリあってなんかブラック系だったりちょっと薄めのピンクだったりとか、あとはシルバー系とか本当にいろんなカラーがあって人それぞれによって選べるのもとてもいいなって思います。文字盤もねこれいろいろ変えれたりするので、まあなんかその日のファッションによって変えたりとか気分によって変えたりとかできるっていうのもすごいいいなって思いました。今回はまあそのさっきも使っていた新しい機能のボディメイカーっていうのをね紹介したかなと思うんですけど、ちらっと話しましたが睡眠の管理とかもこれももちろんできるようになっているので、これをつけながら睡眠とると科学的に睡眠の質だったりとかを測定してくれたり、寝てる最中の呼吸の乱れとかも検知してくれたりするので、改めてやっぱこう自分の睡眠っていうのを見返す機会になって、睡眠の質を良くすることで本当にいろいろ生活にも影響が出てくると思うので、私もやっぱ睡眠取れてない時とか体の不調を感じやすかったりとかするし、本当に睡眠っていうのは大事だなって思うので、その管理もできるっていうのもやっぱりすごくいいなっていう風に思います。概要欄にもホームページのリンクとか貼っておくので、ちょっと気になったっていう方はぜひチェックしてみてください。私はもうあとはお風呂に入ってぐっすり眠りたいと思います。今日はずっと家にいたけどやっぱいろいろと、まあ、さっきねエクササイズ軽くしたし、掃除も意外と体力使いますよね。もう掃除しながら汗だくになってたし、私も結構今日もぐっすり寝れそうかなと思います。まあ、なのでみんなもぜひサンデーリセットやってみてください。おすすめです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。